ご視聴ありがとうございます。フェイトサムライレムナントをプレイしていきます。この動画は自身でプレイした戦闘シーン、移動シーンが含まれており、配信ガイドラインに従った投稿内容となります。ここを通せ、バサカ。何者かが吉原を狙っている。太夫にそれを伝えたい。ことの葉では無理か。ならば押し通る。二度我が剣に沈め、バーサーカな。おお、運が良かったな。よりどうした。そこだ。いつでもよい。呼べ。どうした。見せてやれ。頼む。任せろ。息を合わせろ。行くぞ。チェア。よっ。よっ。はあ。チェ。はい。チェ。チェ。チェ。見えている。さ。やっ。お。うせろ。力を借りる。出番だな。息を合わせろ。行くぞ。いつでもよいぞ。より言えた。いつでもよいぞ。より解き放つ。力を借りる。任せろ。息を合わせろ。行くぞ。来い。すぐに行く。引ける。このまま押し切る。し出番だ。すぐに行く。トップ。さすがだ、異教の異常符。抑えきれるか。出番だ。顔色が悪いぞ、ニオリ。
しっかり手当てしておけ。やって、セイバー任せろ。畳みかける。より、本物のモノノフだ。彼は宝具でなくては倒しきれない。いや、ここは引く。バーサーカーが吉原から離れないのであれば撤退は容易い。しかし、その気になればいつでも仕留められる、そう言っている。それに、あれを仕留めきるのに宝具がいるならば、あたりに暮らす力なき民草を巻き込もう。わかった。よしよし、行ったわね。お疲れ様、バーサーカー殿。今はゆっくり休んでちょうだい。しかし、どこかの陣営が吉原に探りを。ねえ、ずいぶんと大胆に出てきたものね。やるじゃない。念のため太夫に伝えておこうかしら。師匠も太夫も顔を出さんとは、もしや不在か。さてな、知らん。あの異常夫がいる以上、吉原は無理だ。船員を追いたいが、六号大橋を渡って川崎へ向かうか。日和、あれはなんだ。あれは麦畑か、あるいは野稲だろうか。うむ、麦は見慣れているのか。セイバー、米好きは疑いようがないが、麦飯はどうなんだ。麦は稲、あわ、大豆、小豆と合わせて五穀、いずれもうまいものであるぞ。マスターおよびサーバント、目視で確認。総員で包囲してマスターを狙う。おお、良い動きだな。よほど主が良いと見たが。なりふり構わな。方法を立てとしてでもマスターを撃て。目的のためには味方の命をも捧げるか。総合の覚悟で臨まねば。たちの主について吐いてもらうぞ。またセイバー、人目が出てきたぞ。騒ぎになる。面倒な。奴らの一人でも捕らえぬことにはマスターの正体も目的も明らかにならぬのに。そう、一人でいいんだ。辺りを探すぞ。
頃この辺りでやたら偉人を見かけるようになったね。やつら平賢寺にたむろしてるらしいぜ。妙な真似しなきゃいいが。平賢寺、確かあの辺りだったか。見ていくがよい。何か食べるか。これは結界か。ん？霊脈を利用して人の行き来を妨げておるのよ。わざわざ侵入を阻むくらいだ。この先が奴らの拠点と見て間違いないだろう。しかしこのままでは先へ進めない。結界を解く術はないか。術ならばとうにひらめいておるわい。この結界、見目こそ神田のそれに近いが、作りはいささか簡素なようじゃ。周辺から流れる魔力を断つことでたやすく破れよ。くさびを打つべき箇所はわしが示すでな。では行くぞお前たち。おじいさん、いつになく勇んでいるな。頼られることを絶えず好むんだ。よほど嬉しいらしい。この辺りで良いじゃろう。よし、解く霊脈を抑えるぞ。な、結界か。連中め、卑劣な罠を仕掛けおって。罠にはまったか。しかし俺一人で十分な気がしない。身が白道。無事だな、より。ならばよい。では魔力の流れを断つぞ。これで結界が弱まったはずじゃ。では次じゃ。とく済ませるとしようぞ。かいか。蹴散らすぞ、より。出りゃ。強くなれたか。終わったな。では霊脈を抑えるぞ。いおり、
これでかの寺の結界は解けたはずじゃ。よし、では寺に乗り込むぞ。今度こそ洗いざらい吐かせてやろう。何？入り口には結界が。それならば今しがた解いてきたところだ。では捕らえるとする。おとなしくしておくのが身のためだ。追い込まれたか。総員、霊薬の使用を許可。戦闘準備。やはりさすがの効き目よ。総員、戦闘開始。気配が変わった。魔力を帯びているな。私はどうということはないが、気をつけよ。し、いや、避けるなよ。見えた。では尋ねる。貴様の主の本拠はどこだ？セイバー！毒か？毒を含んだか。武家というより忍びの手口か。己が命を懸けるとは、よほど配下に慕われる主と見たぞ。どうかな。違うか？私にはそう思えるが。どうあれ、自決を許したばかりに主の正体は帰結じまいだ。ん？おっと、さてどうする、イオリ。貴様ら雇い主のことが知りたいんだろう。横須賀だ。俺たちの本家はそこの港にある。素直に吐くのだな。さっきの男とは随分と違うな。
なぜだ。話せ。誰に雇われた。ドロテア、ドロテア・コイエット。年の頃は言わずとも良いぞ。は？お前たちは主を慕っているのだろう。先ほどの忠義者のように命を絶つのも良い。私はあえて見逃そう。もういい、行け。毒を含んだ男は忠義以前に情報を漏らさぬための自死であったはずだ。あの男、無事逃げ延びられるものだろうか。イオリ、いや、止まれ。敵の本拠が分かった。横須賀だ。横須賀。帝の情報にあった場所とも合致する。轟より南方というやつだ。なるほど、イオリはこう言いたいのだな。横須賀にマスターの根城あり、そしてそのマスターの正体こそはドロテア・コイエット。ちぎりしサーバントはアサシンか、はたまたキャスターか。帝の話からすればアサシンの色が濃そうだが、それも横須賀へ行けばおのずとわかる。ここから向かうなら海岸沿い、神奈川港を経由するのが上策か。敵は手勢を揃えて待ち伏せしているかもだ。違うか。かもしれん。だが最も早い。思ったより気持ちの良い返事だ。では行くぞ。神奈川港を経由して横須賀へ。道中玉縄に寄ってみるのも手か。どうした、より。いや、経路を考えていた。玉縄は幕府の用地の一つだからな。ほほう、敵上の偵察か。だが霊知力もなく乗り込むのは無謀だぞ。それはそうだ。横須賀周辺は敵の縄張りだろう。どうだじいさん、霊脈につなげられる霊地、この辺りにあるか。おおおお、あるとも。この川崎大師こそお前の求める霊地よ。慣れたものじゃな。無事霊脈に接続したぞ。これで辺りの奨励地の状況もわかる。迎撃の布陣が整えられているな。敵も去るものだ。より日本橋で得た霊槽、無駄打ちせぬようしっかり考えろよ。ああ。片付けるぞ、より。こっちだ。すぐに行く。これでどうだ。
だ出るか。さすがに拉致が開かないな。だがあらかた払わねばこの先へは進めん。面倒だがここは。おお、怪異が残らず。まったく、いい加減にしてほしいものです。希少な魔物たちだけでは飽き足らず、アマツさえサーヴァントまで差し向けるとは。サーヴァントだな、この地に紐づくはぐれか。君、何か思い違いをしているようだぞ。我らはただあの怪異に襲われただけなのだ。ほう、誰がそれを証明するのです？今あなた方の弁明には何の意味もない。口では何とでも言えるのですから。反論の余地もないが、言われなき罪で裁かれるのはごめん被る。ええ、私もそれは本意ではありません。ですが確固たる証拠がない以上、今はあなた方の心の正しさをその剣に問うしかありません。なんだ、それならそうと言えばよい。行くぞ、より奴を沈め、この場を切り抜ける。